ベイスターズ先発は交流戦左足首を痛めた上茶谷、復帰登板。初回は長谷川セカンドフライの後、鈴木、高木を連続三振に抑えます。そしてライオンズ先発はドラフト1位ルーキーの隅田。こちらは先頭の宮本へ初球打ち、レフトオーバーのツーベースヒット、ノーアウトランナー2塁とベイスターズがします。しかし2番の村川が送りバントできず、3バント失敗。3番のオースティン、空振りの三振。4番の細川も三振。セカンドランナー返すことがベイスターズ初回できませんでした。2回の裏です。ツーアウトから作ったチャンス、2塁1塁で9番の田中俊太、レフト線へのタイムリーヒット。田中俊太は2塁でタッチアウト。ただ1点を先制します。3回の上茶谷、長谷川のピッチャーライナー、内野安打で出したランナーを抑えましてゼロ。そして4回の表、2人目浅田がマウンドに上がりますが、フォアボール3つ、満塁として中熊に押し出しのフォアボール。浅田がフォアボール4つを出してマウンドを降ります。なおもワンアウト満塁というピンチ、3人目池谷に変わります。この池谷、変わった直後杉にライト前へのタイムリーヒット、ウーネンティンが生還。これで2点目、ライオンズが逆転。そして8番のコドラド、レフトへの犠牲フライ、渡辺帰って3点目。9番の山村、今日の2安打目、一気にセカンドランナーが帰ってきました。4回4点目を奪いました。4回の裏です。隅田、田辺に見逃し三振、倉本セカンドゴロ、伊藤幸也を空振り三振。隅田は4回4安打6奪三振1失点、マウンドを降ります。5回のマウンドには2人目大曲り、ツーアウトランナー二塁一塁、オースティンの場面。昨日ホームランも放っている実戦復帰2戦目のオースティンだったんですが、サードゴロ、これでスリーアウト。オースティンチャンスの場面だったんですが、一打は出ませんでした。そして7回です。ツーアウトランナー三塁、1番長谷川のタイムリーヒット。7回変わった三浦からライオンズが1点を追加します。8回の裏のベイスターズ、2イニング進め、3人目の豆田からなかなかランナーを出せません。ここを見逃し三振に抑えられました。空振り三振に抑えられました。9回です。変わった宮城、逆方向への当たり、しぶとく三遊間を抜かれます。山村今日3安打目、タイムリーヒット。これでライオンズが6点目。その後ツーアウト満塁となって内野陣集まります。鈴木翔平、ライトの右へ、走者一掃、3人が帰ってきました。タイムリースリーベース、ライオンズが9得点、今日は2桁安打になりました。その後は砂田が締めて
なんとか9点で抑えたというベイスターズ。9回の裏、変わったクモンからワンアウトランナー3塁、伊藤幸也のタイムリーヒット、ベイスターズ1点を返します。しかし最後は東サードゴロ、543のダブルプレーに倒れて3アウト。ベイスターズはこれで連勝が2でストップ、ライオンズは連敗が3でストップとなりました。